あ、聞こえないな。あ、ちょっと聞こえにくい限りね。初めてビジネスクラス乗って、これがビジネスクラスの3種類の中から選べる、あの、機内食だね。で、一応今スプライト選んだけど、ワインとビールも実は飲めるっていうね。すごいね、ビールタダで飲めるっていう。で、あとはものすごいね、いろんなものがあるんだよね。このヘッドホンも、あのジェットスターのイヤホンじゃないもんね。が、しかしメイドイン、メイドインチャイナ。これは毛布か。いい響きだね、ビジネスクラス。あと無料で貸し出しできるのが iPad かな。別にいらないから頼まなかった。